グローバルグループ EN-N が8月22日放送の音楽特番 NHK ミュージックエクスポ2024 NHK 総合夜10時に出演。11日の収録時にバックヤードでモデルプレスのインタビューに応じ、共演者との裏話やファンへの感謝などを語った。JAKE、僕たちは昨年に続いての出演となったのですが、今回もこの NHK ミュージックエクスポで新曲のパフォーマンスができて、また EN 芸員の皆さんに加えて、他のアーティストの方々のファンの皆さんも含め、日本にいらっしゃる音楽が好きな方々のためにステージを披露できてとても嬉しかったです。そして、キーソングさんと JUN ゴールデンウィーク ON さんのカバー曲も本当に良かったと思います。SUNG 粉、EN 芸員の方々にもたくさん来ていただいて、新曲の XO、Only, If, You Say Yes、をお見せすることができてよかったと思いますし、この曲を日本の音楽番組で披露したのは初めてなので意味深い時間でした。今回の NHK ミュージックエクスポの方が去年よりもっと特別なステージが多かったんじゃないかなと思っています。 ATV インストールメンツ KI 2期アルバムを準備する過程で、1曲に1ヶ月くらい時間をかけて準備する分、ディテールがちょっとでも違ったらみんなで合わせていくようにしているので、やっぱりそこが僕たちの息の揃ったパフォーマンスにつながっているんじゃないかなと思います。XO、Only, If, You Say Yes で注目してほしいポイントとしては、サビの部分で手の動きが特徴的な XO ダンスがあるので、ぜひ真似していただきたいです。難易度が高いので、真似する価値があるんじゃないかなと思っています。かっこ笑い。EN-N、キャリアハイ更新、無限の愛をくださる EN 芸員の皆さんに感謝。収録後の多忙なスケジュールの中なかったにもかかわらず、真摯にインタビューに応じてくれた7人。スタッフへの丁寧な挨拶や謙虚な姿勢からは、彼らが様々な番組やイベントに引っ張りだこである理由が伝わってきた。